か。あのね、あのね、あ、これ見て、限界突破サバイバー。あー、なんかちょっと気にはなってましたけどね、氷川きよしの変貌ぶりってやつ。カラオケで歌うわすごいですね、結構振り切ってる感ありますね、うん、限界突破してんねん。なんかまあ、いいですよね。いや、氷川きよしなんかちょっとこう、いや、これはあの、抜けた感ありますよね、うん、あの僕らもこうならんとマラソンで踊られだから衣装も結構こう突破してますね。突破してんの。なんかちょっと本当あのドラゴンボールのなんかあれでしたけど、本当にドラゴンボールなんか出てきてる。そう。フリーザ的なちょっとこう。これあのだからちょっと参考になる。これをマスターして。ちょっと結構っすね。やっぱりいい感じですね。氷川きよし。いや、垢抜けちゃったよ。そうですね、まあちょっとあれですよね、なんか報道、結構やっぱヤフーニュースとかにやっぱり上ってくるんですけど、ちょっとよくわかんないですけど、あれですか、やっぱりちょっとこうカミングアウト的な感じですか。なんかちょっと、でもちょっと、いや、でもこれあの、そうじゃなけなくてこうしてんやったら天才やと思うけどいや、まあそうじゃなくてちょっとわかんないです、まあでもやっぱりそうなんじゃ。いや、これはね、あの別によくわかんないですけど、限界突破っていうのはまあなんかちょっとまあ20周年限界突破してるあれはそうですけど、ちょっとあれじゃないですか、ちょっとこう、ちょっとおねえ感出てきてるっていうか、これはだからね、おねえやったいや、まあ、言うなりだからそういうことで認識でいいんですかね。なんかちょっとなんかこうそういう感じですみたいな感じだけど、ちょっとこうなんかなんていう記事とかはっきり書いてないじゃないですか。いやまあだから本人が言うてへんからよ。言うてないから記事なんていうかこう公式に文面にはできないけど、でも明らかにそうですよね。やっぱりもうで今だから本人言うてへんのにそんなこと言ったらまた何や食べてないわ、ややこしいっていう世の中だからってことなんですか。っていうところを狙ってこういうプレゼンテーションしてんやったら天才やと思うんですけど、いやちょっと分かんない、多分ちゃうやろな、すごい。あ、でもだからそういうの出していきますよってことですよね。もうだからこうやって吹っ切れたらマラソンで踊ることぐらいなんてこと。いや、それはそうでしょ。いや、氷川きよしからしてみればそんなのと一緒にしないでくれっていう感じだと思いますけどね。まあ、いや、もうそういうところも突破してると思いますけど、いや、もうそんなことを言われてもねっていう話ですけど、そういうこと。いや、ちょっと同列にするのはちょっと氷川きよしにちょっとあのあれですよね、ちょっとなんか、いや、だからこれをすいませんって感じですけど、まあ、参考というか見習って、あ、僕らも限界突破すればいや、そうですね、いや、僕そう、いや、まあそうだと思いますよ、簡単に言えば、うんうん、いやいや、簡単にできることじゃないと思いますけどね、その限界突破。違うねん、そんなんええねん。あ、違うんすか。いや、うん、あ、なんか結構主眼だと思って、違うんすか。これが来ましたよ。これがさっきクリスから僕に手渡されました。クリスか、うん、来ましたよ。来ました。あ、びっくりした、間違ってると思ったけど間違ってないですね、竹吉ですね、竹俊。ちょっとあんまりこう、なんか、いや、どうか、何それ見てもピンと来ないですけどね。あ、見てよかったんですかね、裏、うんうん、なあすごい人から来たよ。ちょっとのだめ食べるわ。まだ喉の調子がないですか。うん、限界突破した。いやいや、全然まだ限界突破してないと思います。まだ、あ、そ、え、これが限界突破してない。いやいや、こじらせるだけですよね。びっくり、まだそんな一生怒られますからね、氷川きよし。そんな限界突破、そんな簡単に使うなって。氷川きよしと結構、年同じちゃうのかな。
別にライバル視するわけちゃうけどもあれですね、そういうちょっと嫌いありますか、ね、うん、一郎と同い年だからね。あ、先生はですね、うん、それはちょっとやっぱりなんか思うことは僕本田圭佑でしょ、うん、42歳やすごいっすね、3つ下そうか、なんなら人生僕より若くしてもう限界と。そうっすね、そうか結構なんかちょっとグッとくるものもありますねなんか確かに僕ともそんな言うほど離れてないですもんね。本名山田清。あ、清は清なんですね。178センチ、62キロやって細っ、細っ、まま大きいですね。178センチなんですね、うん、顔もいい男ですね。山田清いいのもいいです、男らしい。まあ、またそういうこと言ってもらいます。いやだからちゃうねん、もうちゃうねん、すごいっすね、これすごい人から来てん、これあんまりこう予期せぬっていうか、これ結構やっぱりすごいよ。だからそれのあの開封動画を撮ろう思ってね。ああ、え、 UK から来てんすか。そう、 UK から来た。すげえ。だからちょっと12月3ええ今日はここが、30日ですね。 UK はなんかもう結構あ、もう進みまくってんのか。え、あ、でも違うか。あ、違いますね。え、そうやろ。え、東やろ、あれは。ちょっとそこ立って。え、東って進むんすか。だって日本進んどんがね。あ、そうか、うん、あ、あ、そうか。え、じゃあもうあっちはもうちょっとだれですか。先生が思った方がいいね。そこに立つと座らなあかんね。こう座って、ここに座って、ああ、じゃあ立つと顔が綺麗ね。座って。ええ感じや。あ、本当ですか。そこで開けよう。わかりました。誰からいただいたんですかこれ。いやいや、僕が言うのもなんか変ですけどね。ああ、いや、先生、ダクトマタからいただいたんですか。ロッシさん。そうですね、ロッシ知る人ぞ知るですね。そう、イングランドの、イングランド UK、UK の、あ、まあまあイングランド、ね、ユナイテッドキングダムのボス、はい、かなりやっぱりあのもう知る人ぞ知るっていうか、知ってる人にはもうかなり有名ですよね。もうあのツイッターで、先生ツイッター見てる？あんまり見てないです、実は。開かないといけないですね、なかなかね。ちょっとやっぱその癖がつかないとなかなか。ツイッターに、すべての投稿に、リプライする。あの、ライク、リツイ、いいね、いいねか、あれ、ない、いいねしてくれるという。いや、やっぱりこう、すごい。これ、あの、パブリックで開けていいもんだやろうか。いや、でもね、僕、あまあ、それも言っていいのかわかんない。多分大丈夫だと思いますよ。僕個人へのなんかラブラブチックなやつやったらどうしよう。こんな時と時間を隔ててこのそんなのはない。あ、でもまあそれは面白いですから、ね、逆に。袋のような、何インフ袋です。ちょっとどうしたの。あー、え、何すごいんちゃう。すごいっすね。どうして先生に送ろうかなってことになるんですか。分からん、なんでやろうな。いや、ありがたいんや。いや、そりゃそうですよね、相手の心でそんなこと言ってもらえる、うん、あれかな、ホリデーギフト。あ、やっぱそういう類のものなんじゃないですか、もちろん。いや、何のあれもなくっていうのはないですよね、贈り物みたいな。先生でもないとそうしないですよ。あ大丈夫ですか。分かる、二の靴ついいよ。いやいや、俺あの、普通にいいものは、あ、俺はちょっとどういうことなんだろう。何を求められてるんだろう、でも。なあ、あ、あ、え、豆。え、なんでこれみたいな。なんか、僕もちょっとすいません。失礼します。豆、なんて読むんだろう。豆ひで。豆臭。石焼き落花生。あ、でもこれすごい、え、完全 に日本のものなの。あ、これあれ大田県文庫。そうそうそう、このハンドメイドイングリッシュチョコ聞いたことあるぞ。あ、出た、そういうあれですか、うん、知る人は知ってるぞみたいな。うん、うん、やと思う、これだったと思うねんな。
すごい、なんかちょっともうこの色を見るとちょっとこういいやつ掴んでますよね。これ大丈夫？これ個人的レターじゃん。いや大丈夫ですよ。ミルク&ダークって置いて書いてあるからそれ。いやすげえ。わ、ちょっとほら。これあれや。見てこのこんなんないっすよね。蓋がほら。蓋の裏にまで楽しませるっていう。これあれや。あの温泉行って、料理出てきた時に、ああはいはいはい。お椀の蓋の裏を楽しめる、ちょっとそうです、ね、高貴な感じ。結構なあれで持って感じですよね。こう見たことないですよ、この俺蓋の裏に。いただきますで開けたら、あ、まずねこちらをね、こちら見て、ああこれは雅な雅な箱の蓋でございますって。そういうまあちょっとコメントいるでしょうね。これを無視してっていうのはちょっとやっぱりこう風鈴を返さない感じありますから。あ、すごい、でもすごい綺麗。マジでこれちょっと何、普通にいいもんばっかり入ってんだ、これ何重にも最初、あ、出た、美味しそう。すごい、でもあれね、もうなんか押しくらばっちゃって、もう入れれるだけ入れたみたいになってる。これはこうすごいギュッてなってる。もうこれは二段重ね時計みたいになってる。すごいね。あ、でもすごい、いい、ありがとうございます。これはいい、すごいですね。ありがとうございます。あ、バレンタイン、あ、バレンタインは違う、バレンタイン2月だ。ああ、クリスマスって、あ、バレンタインはまたほら別に来ると思う。全然そういうやつじゃなかったですけどね。間違えました。クリスマスかな。あ、でもちょっとちゃうかな、僕の知ってる。そんなに。でもなんかすごいですね。そうなん。いや、これもいろいろあるもん。いや、本当だよ。一つ。カボス。大分県って感じ。これが多い。カボス。あ、これも大分県だ。あ、知らないけど、まゆみさんあれなのかな。大分県かな。ゆかりの。大分県推しがやっぱすごいですね。うん。大分。地獄プリン。大分地獄プリン。風味サンドクッキー。ああ、でもやっぱ大分県推しがすごいですもんね。うん、大分県出身。あれ、なんかそういうのありましたか。ああ、出た。これはね、これはレターでしょうね。これはレターです。これ大丈夫ですか。一応言っとかないと、ね。いや一応ね。一応言っとかないと気にはしてましたよっていう。あ、すごい、でも。まさか出た、やった。やったってなったんだ。立体。あ、すごい。どこれもなんかのあれですか。どこ？あ、でもやっぱりクリスマスですよ先生。これの大分県。え？大分県？あ、本当に？いや嘘やろ。あ、いや大分県。大分県こんなビルディングないよ。立体ほら。大分県ちょっと読んでみますわ。はい。あ、地元大分県。やっぱり、ね、まあ、そうでしょう。お賞味ください。あ、すごいわ、これは本当に。ちょっと、あ、いい、嬉しいですね。そう、嬉しいでしょうね、先生の気持ちをさすがに。僕が当てじゃない、ちょっとなんか甘いですよね。あ、そうね、これは嬉しいだろう。あ、出た、こい抹茶や。紙パッケージに変わりました。あ、へえ。あ、もともと、あ、こんなん見たことないですね、確かに。だって普通プラスチックのあれですもんね、きっと、ずっと。あ、ここからなんかちょっとメッセージを汲み取るんじゃないですか。メッセージを書いて渡そう。正方形に切り取る。好きなものを折ってイメージを、メッセージを書いてみよう。書いてあるの？多分そういうことじゃないんでしょうね。ちゃうやろ、難しい、それは。まあ、この紙パッケージ、塩やねんけどね。いや、それはそうなんでしょうよ、それ。有形、なんならだって、あ、でもどうなんだろう。どうなの、でも、旅してるんじゃないですか、大分から、有形から、シカゴ。大分で買ったのかな、これは。これをじゃあネットで買ったとか、そういうことですか。いや、きっと大分で。地元に帰られた時にもちろん手に入れたんでしょうね。紙素材のためシワや破れの恐れがありますので丁寧にお取り扱いください。もうそんなシワシワや。いや、でもあらかじめやっぱりでも書いておくんですね、すごいっすね、日本人っていうのは。ザビエルうわ、ザビエル、これは突っ込ませやや。何かこれを、あ、ザビエルですねとは置けないですよね。え、でも大分のものなんですか。
ザビエル本舗ですよ先生。え、ザビエル本舗、うん、大分だ。大分流通業務団地1丁目。え、ザビエルが来たんですよ大分。ザビエルさん、ザビエルさんと大分県に行ったの。でもキリシタンで有名だってことでしたっけ大分って。うん、ちょっと予備知識がちょっとあやふやすぎてあれあれですね。僕地理専攻やからね。いやいや地理専攻なら知ってるんじゃないですか。やっぱりやっぱその風俗について知らないとやっぱり。あ、開けちゃうんですね。あ、まあ開けない。あ、いやいやいや開けない確かに。いやいや失言でした。開けないと開けないと分かんないですね。あー、これをザビエル南蛮菓子。南蛮菓子、あーいただきましょうかね。お、いただいてください。いただいて。あ、いいですか。いや、僕なんかちょっと恐縮っていうか。いや、そんな、なんかなんだやつ、カボスが良かった、カボス開けてた。いやいやいや、なんだやつ食えねんみたいな感じで怒られたら嫌だ。すいません。カボス。でも可愛いですね、その、それどう。確かにこれはね、買うね。うん、いや、やっぱ買っとかないです、うん、カボス豆すごい。やっぱり、なんかこう、うん、日本のものって、あ、見たことあるっていうの多いですけど、結構見たことないもんがいっぱいありますね。見たことない。本当に初めてな。ザビエル。ザビエルって。ザビエルってあのザビエルですよね。ん？あの、習うやつですね。多分な、それと違うザビエルが多い。それをこう、名前にしてもあんまピンとこないですよね。ガブリエル。いや、まあそれもなんとなくわかりますけどね。天使なりで。うん、これ美味しいやん。美味しいよね。うん、じゃあマラソンどうなってんの。いや全然何もやってないっす。まあね、あれ2020年。ちょっとなんかどんどん年の瀬が近づいてくると、うん、まあ今年はいいかなみたいな。もうあとちょっと休んどこうかなって。寒いっすよなんせ。あと2日3日や。うん、だからできるだけ休んでよ。もうでも1月1日からガーン行く。いや2日から。あ、1日休む。1日休む。1日休むんや、ね、2日から。2日から気持ちはいいと思う。うん、うん、美味しい。これはもう美味しいやつやな。美味しい。うまい。お前すごく美味しい。これはでもえらいえらい前振りきたよ。これ普通に、あ、じゃあ僕らも荷物あのなんか詰めて送りますかっていうだけじゃもう無理やで。多分それそんなことしたらもうあの UK で多分時短だ踏んで怒られると思うわ。UK に穴開くで。なんでよくわかんない。そりゃそうでしょうね。みたいな感じです、うん、ですけどね。いやそうもうやね。これ見るとロッシさんこのナショナルホスピタルフォーニューロロジーニューロサージェリー、うん、ちょっとかっこいいっすね。クイーンクイーンスクエア。これスクエア。あ、スクエア。ああそうか。クイーンスクエアロンドン。ロンドンかっこいいっすね。ロンドン霧のロンドン。間違えた。いや、すみません、ちょっとあの不勉強で。霧のロンドンですか。あ、曇り、曇ってんですよね、イギリスって。霧のロンドンって言うんですか。ちゃうの、霧のロンドン。シルクハットとマントや。上からうんこ落ちてくるから、マント着る。おーちょっとあの、ネミ、なんか全然あの予期してなかった。バットも振れませんブンビューン、ハンスって言うじゃん。身の味あの、随分が、緩んでるんだ。年の年末で、はい、ああでもいやでもこれはちょっともうこれであれですね。これあすごいですね。でもなくなった、うん、ああでもすごいな。え、 おやつやこれ。全部おやつやこれ。先生読んで納得しましたけど何故だったんですか。あ、これよ良いお年を的な感じですか。あの読んでよ。この読んでええんか。まあ確かに、うん、いやもうあの地元あのこのやっぱホリデーギフトよね。ああ良いホリデーよってことですか。ですこれでじゃあこれプレゼントです。まあチーム和田にこうだいぶ
ご尽力いただいて、いや確かにそうです、ね、それをもうあの楽しんでくれてるということで、あそりゃもう大変ですね前振りとしては。まあ確かにこれでもだから、あじゃあ僕だから冬天は僕らもじゃ あのおやつと T シャツでも送りますかとか言うだけやったらあかんねん。これそうでしょうね、そんなもん持ってるわけじゃないですか。うん、せやな、持っとるな。そうですね、何でしょうか、ね、ええそうっすよね。先生、ロンドン行ってきたどうや。いや、それはいいっすそろそろ日本のテレビみたいなちょっと、ね、そうなんです。ロンドン行ってきた ディレクター、毎自分のカメラ自分で行って、いや言うたびにちょっと本当にやんなきゃいけないみたいな空気感に出すだなっていったら本当にちょっと困りますよ。お金はあの、いやそれ、そうです、 お金は北原先生が出すよお金は来たらちょっとロギンがちょっとかかりますし、ちょっとまたちょっとロンドン行ってくるわって、ちょっと意味もちょっとまでいろいろ考えるのちょっと嫁はんにな、そうちょっと嫁はんの分はちょっともう出されんな、そうです一人で、だから一人で行かないと何で行ってくるのって話になりますか。いやあのロッシさんに会いに誰ロッシね、いらぬ火種がこうちょっと湧きますから。じゃああんまり波風立てないのが一番長続きしますから、ちょっと、ね、ちょっともういろんな意味で、いろんな意味でですね。じゃあちょっと北原先生にファンドが出るかどうか聞いとくわ。いやだからいいですって、その話。ファンドが出てその話をまず広げ、どうせ彼のポケットマネーやけどな。その話を広げなくていいですよ。ちょっとまあ案としてはね。それは違う。一個の案を否定する場合は、代替案でもって否定してください。確かにね。それはそう、確かに大人ですからね。じゃあ行きますか、ロンドンみたいな。行くか。いや、ロンドンね。ロンドン僕行ったことないからね。あ僕もないです、ないです。です。じゃあもうそれやったら行ってきてよ。先生行ってきてください。もう行ったことないんだ。僕は無理や。飛行機とかそんなん無理や。いや。飛行機とかそんなん空港でどれに乗ったらいいとか分からへん。いや。それを調べていくのが先生じゃないですか。いや。パスポートないし。どういうことですか。いや、もうほら、あんまり国外に出たことないから分からへん。いや、それを入念に調べ、先生がその調べていく過程から、その取っておいてください。クイーンスクエアに行き着くまで、はい、まず Google の 3D マップでどこか調べて、それでやっていきましょう。まあでも例えばこのロンドンのこの病院に荷物を送るのは簡単やな。まあそうですね、ローセスここにしても住所も分かってますからね、うん、これはロッシさんの自宅にいきなり送り届けたらちょっと気持ち悪がられる。昨今ちょっと気持ち悪いですね、それは。それを何とかしてくれへんか。それピンポーンって言ってるように行けってことですか。そうあまずこの病院に行くやろ。はい多分勤めてはるわ。はいほんなら夕方ぐらいに出てきはるから、はいついていくね。やべえやつやただのやべえやつですよ。これ僕とかほら面割れてるやん。あそうですね、確かに先生行ったら分からへんから。確かに帽子が普通にしてたらバレない、ね、帽子を確認したらその日はそれで終わって、はい次の日の朝とかにしようか、早朝にしようか。逮捕するときさ、日本の警察が逮捕しに行くとき朝早朝狙う、逃げへん。逃げれないから。いやあの潜って起きて、うん誰か来たってパッと開けるから。夜やったら警戒します。警戒して逃げていくから。朝4時半ピンポーンって言って、うんって、うんって開け、扉開けたところをパッて渡す。いや俺朝4時半は警戒するんじゃないかと思うんですけど。警戒するっていうか出てこないじゃないですか普通。そこにあのなんていうかな、焼きたてのオムレツ持っていく。そういう文化なんですか。いや知らんけどだから要するに普通におやつを持ってったら、ね、え、あんたらこの程度かって言われて、もう門前払い。まあそうでしょうね。それ朝4時半にパッてこう焼きたてのオムレツパッて持ってったら、あって食べる。まあそれぐらいやってもらわないとね。休憩はね。いやでもまあ訳わかんない人が持ってきたオムレツ食べてくれるかっていうのはありますけど、ね、素性を明かせばあれかもしれない。それを明かしたらあかんやばい。それでまあ日本のテレビとかだったらそういう設定で、でも誰かが教えてあげてって食べてくれるかもしれないですけど、うん、あのまあいわゆるやらせっていうんですか、うん、本当にそういうのなくて僕がいてオムレツ食べてくださいって言ったら、そりゃちょっと分かんないですよ家取れるか。まあな、
いやまあ分かんないですけど、いやそこまでやってってのはだからオムレツ出して打たれるまでがやっぱりいや僕も一応子供いますねそこで打たれるのはちょっとなと思いますけど。大丈夫、主人公は何歩打たれても死なへん。いやいや中二病者ですびっくりするわ、自分はここにいてあれしてるからいいけど主人公は打たれねえの打たれても死なへんねんって。そんな人いる。いやここからここ貫通しても全然大丈夫。いやいや、その思想だけ限界突破しなくていいんですけどその限界突破、45歳そんなこと言う人怖えわみたいな感じ、うん、ああそういうことですか。でもまあまあまあ、でもじゃあこれはちょっとね、しっかりとお正月にでも お返しをできるように。え、なんで正月。いやだってもうほらもうもうだって無理で終わっちゃったからねこっちは。あ、まあそうですね。12月はこっち30日ね。そうっすね。このレターの日付が12月11日だから、あだいぶ20日間ぐらいかかってるね。これ何で来てるんですか。知らん。これ何これ、 UPS でも何でもねえなこれ。でも大丈夫、うちからはフェデックスオーバーナイトで送るから無意味に早いやつで送るから。いやーできますもんね。ドクターオートこれどうするの、一番早いやつで送ってただの T シャツでも一番早いやつを送って、大急ぎ。でも最近プリスとかも分かってて、入って渡したらいつもの、T シャツマジっすか。 OK、 T シャツそれは送っていいんすね、普通に。あ、そう、なんかいや、業務上必要なもの、業務上過失致死いや、俺の一瞬言葉が向かいませんさあ、言っていいかなって感じです。あ、言っちゃった。じゃあ、もう限界突破してたら、そんな言うてもそんな全然気にせん。あ、言っちゃったと思いましたあ、言うんだと思います。それはかめ突破してます、ね。いや、この、いや、ロシさんありがとうございました。ありがとうございました。これは、うちの甲田がいや、もうちょっと間違いなく、いい感じでお返しします。固めてんな、それすごい。じゃあ、カボスでも食べますかね。カボスじゃないんですよね、カボス豆なんですよね。うん、豆も有名なんですかね。これも豆ですか。うん、豆がいいな。これ、あれ同じかな。どういうこと。同じ。いや、ほら、これ。あ豆ひで。あ、ほんとだ。会社が一緒なんだ。あ、黒糖ね。黒糖そら豆。あすごいな。代表者の人の名前読まれへん。油布あ、本当だ。油に布と書いて、まあ油布さんかな、油布さん。なんかちょっとこれ文章正しそう。正しいか分かんないです。まあ珍しい名前ではあります。こっちでは有名な、有名ってか、その道では、こ、ま、豆の世界ではいや、ちょっと、知らないものっていっぱいあるんですね。えらい遠く見たね今。いや、なんかこうなんかもうどっかのお土産って言ったら、いや確かに大概こう分かるじゃないですか、うんうん、あーみたいな。ザビエルとかもちょっと全然分かんない。確かにな。大分、大分ってなんか言ってた、温泉で大分の愛抜いたら大分やで。あ、すごいすごいか。いや違う、いや目の付けどころがっていうか、うん、そう思っても言わないかもしれないかっていうところをズバッて言ってきますからね。いや、もうそんな気にせん。すごいですね、氷川きよしにめっちゃインスパイアされてるだからいいよ、僕昨日ずっと聞いてましたよ。ああ、そうなの。あ、僕ちょっと聞いてみようと思いますもん、うんうん、多分今カラオケグイーン来てんじゃん。これもしかして紅白かい。これ紅白かい。あ、そうなんですか。紅白行くんちゃう、今年グイーン。赤組で出るんちゃう。あ、でもなんか言ってましたね、赤組か白組か分かりません頑張りますみたいな
あ、そういうことなんだ。誰が出た、本人が出た。え、多分はい、本人が出た。寝たやん、本人の。いや、まあ寝たって言うと本人のあれですか、覚悟ですから。ああ、そういうことね。あ、分かんない、ネタでもいいのか。もういいんでしょうね、突破してるから。あんまり赤組で出るかな。いや、だからもう出てもいいよっていうぐらいの気持ちなんじゃないですか。いや、だからもう、ね、別に赤でも、白でもいいけどな、僕も。どっちでも。いや、まあ、それはもう見てる方にとっては別にどっちでもいいです。いや、でもすごいな。あと40年、いいな。そやのに、もう20周年だよな。いや、もうだ若い子もね、ええか。あれ ?59 年やろ。僕もなんやかんやで20年ぐらい医者してんだよ。あ、僕も10年。あ、そうなん全然興味ない。あ、ほら。いや、先生が20年、いや、それも存じ上げてますよ。あ、そうなん、僕20年もこんなことやってんの。まあ、こんなことっていうかな。そうか。じゃあ、来年の抱負は？あー、しまった。全然考えてない。え？なんで、すぐね、なんで速度でマラソンって言われへんかね、そこで。あ、マラソン？普通そうやろ、さっきの話の流れからして。いや、今ちょっと限界突破とか言おうと思った。あ、マラソンっすね。やっぱちょっとまだ遠いっすね。5月でした。言うとけど、あっち向いてこっち向いて3月なんで。まあいいっすね。なんで3月なんですか？え？ 5 月じゃないですか。いやいや、まあなんとなく、ね。3月で、あ、2ヶ月しかねえわって言ったらもう5月。まあそんなもんっすよね。いやでも、ね、それはもう、はい、それはもう頑張ることの一つとしてリストアップされてますよ、もちろん。あの、ほら、平井先生、あの、ミシガンじゃない、ミズーリ、あの、マラソンにエントリーした、つっとったね。あ、本当ですか、うん、あ、じゃあ先生、平井先生来てくださるんですね、うん、本当に。で、あの、ゴミブちゃんが入部したいって来たから、はい、マジっすか、 T シャツ送っといた。あ、そうなんですね。だから、あの、ゴミブちゃんにもサンディエゴ来てねって言うといたけど、一応。あ、まあまあ、そうでしょうね。海内先生もそうだ、走られるんですよ、ね。あ、でも日本のちょっとな、日本のドクターはちょっとあの、まあちょっとスケジュール軽くは来られへん。スケジュール的な問題ありますよね。休まれへんからな。あ、でもすごい、どんどん増えてますね、先生。良かったですね、うん、一時は一人で活動してたのでまあね、あの、全然違うものになってますね。そう活動っていうかね、もう一人で単にあの個人のおっさんのブログみたいなんでだからね走りましたいやでもそれがね、ひどかったですね急にやっぱり広がるときは広がるもんですね。そうすごい、うん、宣伝部長おるからね。ああ、そうですね。じゃあもうちょっと寝とくわ。あ、何ですか、なんかに備えてるんですか。いやいや、なんていうの、先生がもう締めてくれんねん、これまた流すの。分かんない。先生どうなったの、ビール動画どうなったのあれね、いや思いのほか大変ですね、やっぱり作業がちょっと最初取り掛かったんですよ、うん、あの、何時間しました。トータル何時間、10時間ぐらいある。10時間ぐらい。いや本当にそれぐらいです。まあまあそれちょっと盛りましたけど、ちょっと最初かじったんですけど、ちょっと一気にやんなきゃいけないから、本当に先生前おっしゃったように、ちょっと、あ、これちょっと容易ならざる、ちょっとあれだな、仕事だなと思って。じゃあ、まあ、あと2日間あるから、年内。嘘あれちょっと年内すごいっすよ。いや、だってあれ、いや、来年のほら、初っ端な企画みたいな。来年のあのちょっと動画企画だいぶあのぬくもってるから、あの放出しないと、ね、放出、いや、そのあれ企画始まるんちゃうかな、多分。すごい、だからすごい動画企画があの僕やってるから、先生もビールちゃんとやってよ。分かりました。すごい動画企画、うん、これは、これ流すの、編集するの、
いやでも編集せえへん編集ちょっと編集の宿題がちょっと多いなあれですけど編集はいやでもほら編集せえへんやったらこれ言われへんけど僕は頑張ってお金かけて動画企画お金かけてあそうなの始まるからもうすぐ多分なんか急にすごいのぶっこんであそうなんですか、うん、もう楽しみこれもう今日載せんのいやでもノー編集やろこれいやノー編集ですけどえいいんすかいやだからいやノえ匿名ここまでやっといてロッシーさん匿名いやそれはないやろいやだからそれをだからまだ全然準備できないじゃないですかその内緒のもんもなかったしいやないですないですないですいやこれ自体は別に全然いやじゃあここら辺になんか入ってんちゃうか粉みたいな白い粉入ってんじゃん いやそれは危ないですし相手もそんなから相手もいや何もねえしたあだからこれやこれがブツなんやね多分これ白い粉入ってんじゃんいやだから段ボールに入って相手もそれ開けねえのかって感じでそれ何で相手もそんな期待されてもそれですよだってこれも取り立てで今日これ流すやん。いや流してもいいっすよ。だからもうこれ。だその僕のポイントは、僕12月30日やから。今日が30日です、ね。はい。ほら、年末の挨拶でもしますか。そうっす。そんな恒例の感じでしたっけ。いや、初めて。すごい恒例感はありますね。じゃあそうです。はい、じゃあそれはもう先生が。皆さん、チームは私シカゴ支部の太田です。あと誰ですか。高田です。あ、西田先生があれですね、今。何してんの。プラプラしてんの。あれや、ラングトランスファー。ラングトランスファーターでしたね。うん、ラングトランスファーターで僕行かないわかんなかった。いや、わかんないです。いや、さっき寝るわって言ったから、なんかその加減なのかな。いや、ちゃうん。あ、ちゃうん。僕忙しい。もう電話してはしないです。電話してなか。ええ。じゃあまあ今年も1年お世話になりましてありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。お願いします。来年は動画企画ね頑張っていきましょう。あ、さっきもご自分でもおっしゃってましたし、ね、それは始まるんですね。あったマラソンやね。そうです。マラソンも結局動画企画のうちやろ。まあそうです。前なんか1個アップしたっきりやん。そう。第2弾来るん。いやまあそれはまあはい。うん、いやあれで終わり、あれで。あれで終わりって、あれでほんまやったら何やねん。ドキュメンタリーで何やねん。あれでいきなりやるですからね。ドキュメントすぎるやん。あれでいきなり、ほんまです。リハーサルなしやな、はい、それは分かる、まあ、それはまあそれとしてじゃあまあそういうことで仕事しますか、はい、何してんの働いてんのあまあぼちぼち、うん、じゃあもうそんなんええからほっといて全部ビールしてビールビール動画でねビールの試飲会はたこ焼きのあれやビールの試飲会たこ焼きやはい、うん、楽しみやね先生のいやそういうのだからいいですいやいいですあれやろこうテロップとかビューンいやもうそういうのねそういうのはやってもあんまり買えないっちゅうの前ちょっと身に染みたんですあれもうすごかもうすごい時間かけてやったのに音楽に乗せてなんかこう走馬灯のようにビューってなるんやろあ、だから限界サバイバーに乗せてビューアーやったらええんちゃう好きだな好きだな多分、うん、ええんちゃう公開した瞬間にあれやもんシャットアウトされると思うそうですか、うん、あ、確かにあれ使っちゃダメなんでしたっけ多分あれが北野先生も言ってましたもんね多分あかんと思うあ、そうなんだでも、あれ自分で歌ったらどうなのあ、じゃあ先生歌ってくださいさっきカラオケで歌って言ってたなんかちょっと先生の割に合わせて先生の限界突破サバイバーにサバイバーでしたっけ合わせて合わせてじゃあ作りますそれ何のやりもないですけどねビールと
あのえカラオケとかは流していいの？自分で歌ってりゃいいんじゃないですか。ああ、そういうことですか。曲は曲や。でも関係あるのかよ、知らんけど、うん、あ、まあまあ大丈夫、そんな誰も見てへんから。そうですね、5人ぐらいしか見ないから。あの、そうですね、あの何十とか何カウントのところに、ね、あ、でもあ、新しくこれ多分ロシさん、僕ら の, あの動画あんま見てへんと思うね。あ、でもこれに関してはあのロシさんからの贈り物を開けましたって言って動画載せたら多分見てくれるで。今のこの何分だったか知らんけど、今までは見てくれてないとは思うけど、最初は見てくれてるわ、先生が入ってくるとこぐらいまで。あ、そうですね、だから、まあ、そういうあれにしない。5秒ぐらいだから視聴者増えるよ。まあ先生、あの氷川きよしさんのあの衣装で走ったぐらい。完全に限界は突破しとくいろいろな僕の限界は突破してますね、それは。確かにあれ切れたらもうそんなんマラソンとかちょちょいのちょいちょい。やはり氷川きよしのあの顔でああいう感じだから切れてますけど、あれここら辺のおっちゃったらあれ結構やばいっすよ。あれ結構やばいっす。先生それ着てたら僕横で普通の T シャツと短パンで走るから。いや、あれすごいっすよ。宇宙人みたいなんかもう、あの、あれ何なの？マラソンに関してさ、先生と僕一緒に走るんやろうか。一人で走るんか。ドキュメンタリーやろ、自分で撮るん。いや、だから難しいっすよね。え、一人で走るんだったらなんかこの芸人さんたちがよくつけてるようなあれつけないと、なんか、え、撮れないっすよ。このヘルメットのこれ、あれ用意すんの？あれで難しいっすかね、用意すんの。いや、知らんけど、自作してなんか、いや、自作のあれにそこに目の前に GoPro つけといた絵だけやろ。やけど、あれしてたら、あれ、誰、どの芸人さんやろ、いや、よう知らんわ、最近売り出し中ちゃうかとかって言われる。本題の氷川きよしのあれ来て周りにスタッフ全然おらへんけど。すごい、人生で一回の思い出かもしれない。子供には見せらんないな。いや、まあ、いや、だからそうですね、一緒に走るんやっても僕カメラさんとかしながらそんな走ったりできへんし、多分やけど先生の方が早いと思うね。だついていかれへん。早いもクソないと思うんですよ、ね。いや、でもその一緒に走るってかなりしんどいと思う。そうでしょうね、そうでしょうね。ペースをこう、もう休みたもうなんか歩きたきてもね、うん、でなんかほら僕から前振りとか来たらもうめんどくさがる。それはめんどくさいですけどね。ただでさえ嫌じゃないですか。走もうどっちもこれだってそんな。いや、でもさ、黙々と黙々走ってる動画をさ延々と流すのもそれはそれは一興やけど、ドキュメンタリーとして本物のドキュメンタリー。いや、そうです。演出も何もあれへん。そりゃする人もいないですから、ね、パターンでもええけど。まあ、そうでしょうね。まあまあ、もうそれとこどこなんかあった方がいいでしょうね、それやっぱり。それはまあ考えないといけない。うん。じゃあまあ頑張りますか。はい。うわ、43分も撮ったでこれ。袋あげるだけやな。43分やばいっす。43分ですか今俺。やばいっすね。じゃあこれもう早速流しましょうか。じゃあありがとうございましたロシさん。ありがとうございました。どうも。はい、43分、1時間。ああ。西田先生何してんの？あ、ご飯です。まあ、だからあれやね、言ったやん。何すか？いや、そのプロキャンメント行ってる。おらへん。ああ、そういうの言ったんですね。ああ、じゃあ、うん、歯磨いて、屁こいて寝る。久しぶりに言った定番のあれですね。久しぶりに言った。わかりました、ちょっとじゃあまあ、うん、動画っすね。テンション低いね。いや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 、さすがにこうなんか急にビョーンってなんかちょっと
なんかちょっと縮こまってたんで、急になんかこう、デロッサーなりでテンション上がってから、なんかシューンって言って限界突破で見ます、一人。あれすぐ見れるんですか、YouTube。見れる。もうあの、火って入れたら、限界突破当ててる。ああ、マジっすか。今、あれ売り出し中。やっぱあれすごいな、でもやっぱもうみんな、氷川きよしの動向に夢中とか。はいはい、はい、はいはいはい、じゃあ締めて先生。いやいや、ちょっと待ってください。そんななんかちょっと一発ギャグみたいなやつも難しいです。いや、その一発ギャグとか言うてへんよ。いや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 、前自分で前振り。いやいやいや、ええよええよ、いやいやその自らハードル上げる人は別にね。いやいやいや、いやなんもないです、なんもないです。いやもう普通に、はい、じゃあ、はい、じゃあもうこのまま切るわ。はい、どうも、はい、どうもどうも。